現在、食の安全性や安定供給といった課題に世界の注目が集まっています。大樹社はこの課題解決の一つとなる未来の栽培の形をご提案いたします。それが完全人工工型水耕栽培植物工場ベジファクトリーです。このベジファクトリーにより世界で初めて量産を成功させた結球レタスをはじめ、フリルレタス、プリーツレタス、ロメインレタスなど多様な品種の野菜を栽培することができます。大樹社が培ったクリーンルーム技術を応用し、完全無農薬栽培を実現。さらに生菌数が圧倒的に少ないため、傷みにくく鮮度も非常に長持ちします。完全無農薬栽培により、特殊な化学薬品による洗浄作業がいらず、野菜の栄養、味、新鮮さはそのままですので、露地野菜と比べ高栄養価で美味しく安心安全に召し上がっていただけます。このような理想的な野菜の栽培を可能にするのが、大樹社がご提案するベジファクトリーです。大樹社が独自に開発した最大12段の多段栽培により、高い収穫性を誇ります。また最高レベルの基準に対応したクリーン環境での完全無農薬栽培を実施し、最適かつ効率的な独自の栽培システムにより、安定した栽培品質を保つことができます。光や温度、湿度、溶液、CO2 など最適な育成環境を構築することにより、美味しく高品質な野菜を高速栽培することが可能になりました。さらに大樹社の環境ソリューション技術により、高効率で低コストの工場運営を実現いたします。大樹社が独自に開発した高効率照明システムにより、照明コスト、すなわち電気代の大幅な削減が可能になりました。また従来の植物工場では室内上部の温度が高くなり温度ムラが発生していましたが、大樹社の独自の空調システムにより、温度ムラのない安定した栽培環境を実現しています。さらに中間ステージ方式を採用することにより、高所作業車等を使わない安全かつ効率的な作業環境を実現しました。野菜の栽培は端工程よりスタートし、高効率照明システムの下で育苗、生育工程と最適環境で進められます。収穫などの作業工程は大幅に効率化されており、高齢者、障害者の方にもご対応いただけます。作業はすべてクリーンスーツを着用し、マニュアルに従い高い衛生基準で行われます。包装作業も食品業界最高レベルのクリーン環境で行われ、安全安心なパック野菜の生産も可能になっております。ベジファクトリーでは、フリルレタス、リーフレタス、量産は世界初の結球レタスなど数多くの商品に対応し、栽培から収穫、包装、出荷に至るまで最高レベルの環境で行われ、業務用から大手デパートなどで販売されて高い評価をいただいています。この独自の技術によるベジファクトリーは、日本各地、さらに海外でも建設されており、世界中で安全安心な野菜をお届けしています。これを可能にするのが、大樹社が持つ世界20カ国以上のサポート体制です。大樹社が創立以来100年以上にわたって培ってきた環境ソリューション技術をもとに、設計、施工から量産支援まで全面的にサポートいたします。大樹社が実現する未来の栽培の形、環境を作る技術は未来を作る技術、大樹社です。